ゴドフスキーのフーガで私の好きな作品。皆さんもフーガお好きなのはありますよね。ブクステ・フーデ、バッハ、モーツァート、ベートーベンの大フーガ。で、私は2つ好きなのをちょっとご紹介したいんですけれども、まずはモーツァルトのレクイエムのキリエ。これはとっても綺麗なフーガです。ご存知だと思います。ちょっとやっておきます。これはチェルニー編曲版、連弾です。これは CD も出しましたけれども、モーツァルトこれを考えるときにどう考えたかなんて分かりませんけれども、リズムがありますね。あのキーリエーエーレーイソンっていう、このリズムってなんかすごくこうあれがありますよね。似てるのが、それはあのハイドンの弦楽四重奏の作品20-5、4楽章か、これほぼ同じですよね。これはハイドンがこれを書いた時にモーツァルトは16歳です。ですからモーツァルト当然これ知ってたと思うんですけれども、まあ、モーツァルトは自分のアイデアとハイドンのこのアイデアをこう重ね合わせたというかですね、まあ、こういうのはよくやることだと思います。それで今日、まあ、メインの聞いていただきたいのは、ゴドフスキーですけれども、ゴドフスキーといえばこの曲という、ショパンのエチュードのゴドフスキー編曲版53曲書いてますけども、まあ、その中の一番最初、ショパンで言えば10-1、ゴドフスキーも1番です。ちょっとまずショパンの方を普通に聞いてみましょう。こういうやつですよね。で、編曲版といってもですね、ゴドフスキーが手掛ける場合にはですね、その曲をこう変えるというよりも、その曲のアイデア、大元のアイデアを使ってもう一回作り直すという、何かを変えるというよりも、なんですかね、再構築、再創造するような感じで、例えばもうこの 10-1 の編曲版についてはですね、最初激しいんですけども、4分の3で書いてます。なかなか面白いあれなんですけども、こういうふうにですね、なんていうんですか、再創造するというのがゴドフスキーのすごいところですね。ですからアレンジといっても、ただ曲の一部を変えるとか装飾を足すとかっていう感じにとどまらないんです。それで、まあ、ここにはあまり出てこないんですけども、この53曲の中には、ゴドフスキーのこの対位法を駆使したものがたくさん、ショパンなのに、ショパンの練習曲なのにたくさん出てきます。歩く対位法と言われているようなですね、まあ、バッハ以降対位法使いとしてゴドフスキー以上の人はまあいないんじゃないかと思ってます。それで私の好きな、バッハの無伴奏バイオリンソナタ1番のフーガを、ゴドフスキーが編曲してますけども、これまず
まあ、ブマスのバイオリンソナタっていうのはこういうやつですね。これちょっと あれですけども、バイオリン一丁のために書いたもので、これをピアノでやるのは変なんですけど、まあ、旋律だけピアノでやっていますと。あ、まずここですね。このタッタッタッタラララッタッタっていうこの一小節だけですね、この主題っていうのは。でこれをような風に、まあ、持っていくわけですけれども、これは他のところでも使ってます。ですからモーツァルトがハイドンのものをお借りしたかなというようなのとは、まあ、ちょっと違って、自分のものを他のと、まあ、プレリュードとフーガですけども、作品539のフーガが、これと同じですね。でこれは通常オルガンで弾くんではないかと。でオルガンですけれども、まあ一応ピアノの音に直してあります。これがプレリュードとフーガ539の、オルガンをそのままピアノに移したものです。でこれ編曲してですね、ご存知ストラダル、リストの弟子ですけれども、まあ、編曲 の音があまりにも多いというか、無駄が多いというか、まあ、はっきり言ってあまりいい編曲ではないかなと思いますけども、あまりいい編曲じゃないんで面白そうだからやりました。プレリュードとフーガ全曲やったんですけども、その中の539のフーガ、これは今のオルガンの楽譜から、ピアノに編曲するというもの、今回のバイオリンソナタから、ピアノにっていうのとはちょっと違うと思うんですけれども、まあ、それをちょっと聞いてみます。こういうやつですけどもね。こういうのですね。で、オルガンのこっちの楽譜から、オルガンの楽譜から、まあ、3段あるものからこう2段に書き直したという感じですよね。まあ、あまり面白くもないと。まあ、曲は素晴らしいんですけれども、編曲の技は大したことないですね。それで、まあ、今回の主役のゴドフスキーですけども、ゴドフスキーは、まあ、先ほど見ていただいた、バッハのバイオリンの方からやってると思われます。ここれ、まあ、間をつなぐところですけれども、ここにもですね主題を入れちゃうんですね。ティッティッティッティレドレッティットっていうのをですね、こういうその間の中間部のようなところにもゴドフスキーはこうはめ込んでいってしまいます。ですから、最初の方で見た、ショパンの練習曲を、まあ、再創造するような形で、あれは表紙まで書いちゃいましたけども、無伴奏バイオリン のタッタッタッタラララッタッタというこれを使ってオルガンからピアノにするんじゃなくて、
もうこれをどんどん膨らましていくということで、もう対戦率もたくさん入ってくるというようなものでかぶせてくれますね。これはもう素晴らしいものになってますので、これを今日はぜひ聞いていただきたいと思います。いかがでしたか。素晴らしい風雅ですよね。風雅って大好きです。ちなみに私の弟の息子、名前は風雅って言います。よくその名前つけたな。